はい。すいません、こちらも同じ感じです。はい、行きます。はい、ありがとうございます。そのままで。はい。ちょっと一回ちょっと外に向けてもらえます。こっち。そうそう。はい。あとお腹の。はい、できました。はい。はい、そうですね。今年もより一層、もう26になる年なので、大人っぽく仕上げてみたんですけど、どうですかね。まあ、いい感じです。はい、ありがとうございます。テーマはですね、結構、あれですね、日常というか、まあ、普段本当こんな格好で出たりはしてないんですけど、まあ、いろんな幻想を見ていただければなと。夏の写真がお気に入りなんですけど、はい、お、ここだ、はい、この写真なんですけど、あ、まあ、やっぱり何ですかね、太ももが見えてるところがいいかな。なんかそのちょうどいい、ごつすぎない筋肉のラインが、なんか筋ですかね、だからうっすら見えてるのがいいかなと思いました。他のところはですね、何でしょう、あ、でもこれとかはもうほぼノーメイクで撮ってるので、うん、はい、あの朝っぽい感じは、だから表紙もそうですね、ほぼノーメイクでぐらいに始球式させていただいて、やっぱり球場で投げれるあの始球式の一球ってより特別なものだと思いましたし、私にとってまあ、原点でもあると思いますし、まあ、皆さんの印象にも強いと思うので、来年も、まあ、来シーズンこそタープさんと巨人さん2球団本当にお願いします。あの12球団制覇まだまだ目指しているので、応援していただけたらなと思ってます。でも新庄さんは最近までトラブルアウトを受けてたので、ちょっと球早いかなと思うので、ちょっと投げる方をさせていただきたいですね、うん、もうできたらもう本当一打席勝負とか、うんうんうん、そういうのしていただいて、実際にもうホームラン打ってほしいですね。あ、打たれてもいいんですね。もう打たれてほしいですむしろ、うん、はい、あの100キロは打ち頃だと思うのでぜひ打っていただきたいです。ドレスですかね、ランジリーではないと思います。ドレス、ロングワンピースですかね、どちらかというと、はい、南国のようなイメージ、はい、グアムとかをイメージしてもらえたらいいと思います。はい。はい。はい、他の方は大丈夫ですか？じゃあこれで終了させていただきます。はい。はい、ありがとうございました。